下甑島の手打ち海岸で地元海洋中学校の園芸大会が開かれました。およそ 1.3 キロを泳ぐ恒例の大会で、今年は25人の生徒が挑戦しました。海岸では手打ち小学校の子どもたちが大きな声で応援していました。無事に泳ぎ切り、満足そうな様子の生徒たち、夏のいい思い出になったようでした。撮影は甑島の MBC ふるさと特派員、倉野和夫さんでした。